釧路和尚市場は、北海道釧路市、黒金町の JR 北海道釧路駅西法にある、公設の市場。1954年に結成された釧路で、最も歴史ある市場で、和尚しい、和尚しいという活気あふれる掛け声と、和して商うことから名付け付けられた。1978年、開業当初の施設が取り壊され、現在の施設へと建て替えられた。 鮮魚をはじめかに、塩缶、生花、花、薬、蕎麦、珍味、菓子、漬物、食品、生肉、茶、雑貨、寿司など100店舗近くが店を並べている。また、ご飯にお気に入りの魚介類を買って乗せ、自分好みの海鮮丼を作っていく買って丼のサービスでも有名。JR 北海道釧路駅に近いため、観光客のお土産購入場所として、 全国的に知られており、何度もテレビ番組で取り上げられている。もともとこの市場は、釧路市民の台所として親しまれており、中心街住民の利用が多い。そんな中、2010年1月から、スーパーが少ない京南地区南部を中心に、無料買い物循環バスを運行している。釧路朝市、及び釧路フィッシャーマンズワーフも入居のエプロン市場が、挙げられる。 かつて旧総合レジャーショッピングパルコ一家屋にも市場フロアが存在していた。ありがとうございます。